池子住宅地区の高層住宅池子住宅地区の低層住宅施設11池子住宅地区及び海軍補助施設は神奈川県逗子市と横浜市金沢区にまたがる在日米軍施設である家族住宅や運動場が立地しておりアメリカ海軍の横須賀基地司令部が管理している住宅や運動場が建設される以前は弾薬庫が立地しており 池子弾薬庫という名称であった。施設番号は、ファク3087である。池子住宅地区及び海軍補助施設は、逗子市池子、久木の両地区と横浜市金沢区、六浦町とにまたがる。面積は、約2.88平方キロメートルで、そのうち約、約87.3%の約2.52平方キロメートルが、逗子市側にある。 池子住宅地区の逗子市側部分は、逗子市の面積の約14.5%を占める。池子住宅地区の面積のうち約99.9%は国有地である。住宅は池子ヒルズと呼ばれていて、特に高層住宅はそれぞれアスカタワー、出雲タワー、伊勢タワー、鎌倉タワー、京都タワー、奈良タワー、日光タワー、 宮島タワーといった日本の有名な地名にちなんだ名前が付けられている。池子住宅地区には高層住宅8棟528個、低層住宅60棟326個、合わせて854個の住宅が立地している。各戸にはベッドルームが3部屋、または4部屋ある。これらには米国軍人、 軍族とそれらの家族合わせて約3400人が入居している。付属施設として管理事務所、テニスコート、野球場、陸上競技場、中央公共施設などがある。これらはすべて日本政府の思いやり予算で建設されたものであり、日米地位協定に基づいて米国側に提供されている。このほか。 地区内には在日米海軍横須賀施設本部、池子市所、在日米海軍司令部統合消防隊、第二に消防署在日米海軍横須賀基地憲兵司令部池子市所が置かれている。池子住宅地区から、米海軍横須賀基地までは、約12キロメートル、自動車で25から30分の距離がある。また、地区の最寄り駅は、京浜急行電鉄図支線の神武寺駅であるが、 同駅には居住者専用の改札口が設けられている。普段は地区への関係者以外の立ち入りは禁じられているが、毎年1回、イケゴフレンドシップデーの際には、地区施設の一部が一般開放されている。2014年11月、地区南端の一部土地において、返還を前提とした日米共同使用が開始され、2015年2月には、 この土地を利用した、池子の森自然公園が開園している。なお、園内北側には、住宅建設に先立って、発掘調査された池子遺跡群の出土遺物を保管する池子遺跡群資料館があるが、この施設は1999年に開館しており、敷地の日米共同使用開始以前より、入館申請手続きを行うことで、利用可能であった。 池子弾薬庫一体の空中写真。住宅地が建設される前の1988年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。現在の池子住宅地区の始まりは1938年に逗子市川に設置された大日本帝国海軍の倉庫である。 この施設は後に第二海軍航空省補給部池子工場となり弾薬庫として使用されるようになった。1942年には横浜市金沢区側に海軍の毒ガス弾の製造工場が設置された。それらの一体が第二次世界大戦における日本の敗戦後の1945年9月1日に日本を占領下に置いた。 連合国軍を構成するアメリカ陸軍に接収され、アメリカ陸軍の弾薬庫として使用されるようになった。1947年11月17日には、弾薬庫で大爆発が発生し、日本人6人が、重軽傷、山林約100ヘクタールが消失、さらに周辺住民約5000人に避難命令が発令され、約1000人が避難した。 1952年4月28日、日本国との平和条約と日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の発効に伴い、池子弾薬庫は連合国軍による接収施設から安保条約に基づく提供施設に移行し、引き続きアメリカ陸軍の管理下に置かれた。1970年7月には池子弾薬庫が 陸軍から海軍に移管された。池子弾薬庫は、ベトナム戦争の終結までは、弾薬の貯蔵に使用されていたが、1978年7月には、事実上の閉鎖状態となった。それ以前から、神奈川県、逗子市、横浜市は、関係省庁やアメリカ大使館に対し、池子弾薬庫の返還を求めて、働きかけをし、 1972年に一部が返還されたものの翌年にも弾薬搬入が再開され弾薬庫が閉鎖状態となった後も全面返還には結びつかず米国側は日本政府に対して弾薬庫跡地での家族住宅の建設を強く要望した1983年7月防衛施設庁は 池子弾薬コア土地への住宅建設を正式に表明した。その後約10年の期間にわたって、住宅建設の是非は、逗子市川で市を2分するほどの大問題となった。この期間には、住宅建設の条件付き受け入れを表明した、三島虎公市長の辞職、受け入れ容認派が多数を占める、市議会のリコール解散。 および受け入れ反対派の富野木一郎市長に対するリコール住民投票、市議会と対立した富野市長の辞職などがあった。日本政府は図紙市の受け入れ表明を得ないまま住宅建設のための準備を着々と進めた。反対派市長は仮設調整地工事続行禁止請求訴訟で対抗したが工事は続行され、 1993年5月には、ついに本体工事の着工に至った。訴訟の方は、第一審でも、第二審でも図紙紙が破れ、最高裁判所で、上告棄却となって集結した。当初受け入れ反対派であった、沢光義長と当時反対派が多数を占めていた、市議会は、政府との和解に向けて動き、1994年11月、 防衛施設長長官、神奈川県知事、逗子市長の間に三者合意が成立し、逗子市は住宅建設を正式に受け入れた。沢市長は、この合意の成立翌日に辞職した。1996年4月2日、住宅の一部落成記念式典が行われた。854個全部が完成したのは1998年3月31日である。 このために、日本政府が費やした金額は664億円であった。また、池子住宅地区の逗子市側部分には同年、プレハブの小学校が設けられた。これは、地区内に居住する米国軍人、軍属の指定のためのものである。現在、日本政府は、プレハブの代わりに、本格的な校舎を建設する計画を進めている。2003年、 池子住宅地区の横浜市側に、さらに住宅を建設する計画が浮上した。横浜市は計画の修正を条件として、住宅建設を受け入れたが、2004年9月、図志市は、住宅の追加建設は1994年の三者合意に、反するとして、国を提訴した。この訴訟は2007年に、図志市が上告を断念し、集結した。 現在は、横浜市側での住宅建設に向けて準備が行われており、この住宅が完成した暁には、横浜市の根岸住宅地区が、日本側に返還される見込みである。ABCD 池子住宅地区及び海軍補助、施設、ABCDFGHIJKLMNOPQRSTU 小山隆史、逗子市,市池子弾薬庫における、 米軍家族住宅建設について、3代の地元市長の対応を中心として、防衛研究所起用、第13巻第1号ピアニッシモ。81から118、2010年10月、ハット ABCDEF 池子住宅地区を呼び、海軍補助施設 AB、池子ヒルズハット、池子ヒルズ西側運動施設の利用について、図志市公式サイト、 オリジナルの2012年12月19日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュアーカイブフェードアウトスラッシュ WWBG イケゴ遺跡群についてイケゴハウジングディタッチメントハット ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ イケゴの歴史図志士の基地対策 厨子の米軍住宅地区が一部開放、自然豊かな、イケゴの森自然公園とははまれぽ .com。http://hamarepo.com/story.php?story,、e、id コール5310イケゴの森自然公園。ab イケゴ遺跡群資料館、イケゴ遺跡群資料館の開館時間。 休館日、入館手続きについて池越赤軍資料館の、概要、環境省、国内における毒ガス弾等に関する、総合調査検討会配布資料2008年4月2日衆議院、外務委員会における政府参考人、地引き吉行答弁、衆院戦争展の現場返還進まぬ、米軍ネギ市住宅地区少人数だから放置なのか。東京新聞、東京ウェブ。 http://www.tokyo-np.co.jp、ok、コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュ神奈川スラッシュリストスラッシュ201710スラッシュ CK2017101202000191.html ありがとうございます。